トランスパレントペーパーを10枚使って星のリースを作ります。はじめに五角形の型紙を作りたいのですが、分度器等で正確に書けるならそうします。今回は紙を折って大体の五角形で作ります。半分に折って、こちら側も畳みます。ここに折り筋があるので、その折り筋で切ると星になるので、この折り方を応用します。半分に折って、もう半分に折って開きます。上の角を下に合わせて開きます。右の角を中央に合わせて折って開きます。中央と今ついた折り筋に合わせて折ります。これを畳みます。こちら側に折ると厚みが出てしまうので、裏側に折ります。ここで切ると星の形になりますが、切らずに折ります。折ったところに線を引きます。線を引いたところを切ると五角形になるので、これを型紙にします。すべての角にこのように折り筋をつけます。ここに切れ目を入れます。切ったところを畳んで星の形にします。一つ折ったら隣の隣を開きます。一つ折って隣の隣を開きます。折ったところにお隣の人の足を挟みます。開いたところを中に入れて糊で留めます。折った足も留めます。折ったところにお隣の人の足を入れます。開いたところを間に挟んで糊で留めます。ここも糊で留めます。折ったところにお隣の人の足を挟んで、開いたところを中に挟んで糊で留めます。ここも留めます。始めと終わりも同じようにつなぎます。